現象。今世の中には巨現象のような人間が蔓延、社会問題にもなりつつあるこの病に立ち向かうには嘘を見抜く力が必要。そこで芸能界で同族間に続いていると思われるヘンリー・エミリが巨現象の人間を暴く。スタジオに登場する2人のこの話からヘンリー・エミリは嘘を見抜くことができるのか。もう誰も知り。それではエミリーさん、はい、準備はいかがですか。あと3時間ぐらい待てますかね。ダメですか。あ、じゃあそれでは、はい、聞いてないじゃないですか、はい、こちらの28歳会社員の男性に降りかかったのは恋愛にまつわるこんな不幸です。まず最初は恋愛に関する不幸を持つ男性、イリア健二さん28歳。友達がなんか企画してくれて結構ね合コンがあったんですよ。それで知り合ってで仲良くなって付き合うようになりました。まあ話も合うっていうかすごく聞いてくれるし、いろんなことを教えてくれたりもするし、料理もすごく勧めしてくれて、まあちょっと姉さん寮的な感じがあって、彼女1個上なんですけど、うん、すごくこれの先ずっとやっていくのにいいかなと思ってプロポーズしたんですね。そしたらまあいきなり言ったせいかもしれないけど喜ぶっていうか、ただ驚いて困ったっていう感じになっちゃって、次の日電話したら携帯が通じなくなったんですよ。なんとプロポーズの翌日彼女と音信不通に。高校の時の寄付してくれたやつに、紹介してくれたやつに聞いたらやっと教えてくれたっていう感じなんですけど、彼女結婚してたんですよ。今となってはどうしようもないんで、エミリーさんの元気を分けてください。お願いします。大変だよね。それはもう結婚してたっていうのは最初から知らなくて、もうでもすごい会ってはいたんですか。週に 2,3 回ですね。お子さんとかは相手はいらっしゃる。いや、あのいるみたいなんですけど。なのに 2,3 回も会える。昼間だけなんですね。今にしよう。昼間のね。あとは夜そんなに遅くない時間にはやっぱり帰ってしまって、はい、泊まりはなし。今にして思えばなかったなって。あ、そう、はい、その時おかしいとは思わず今になってみれば見ればなんか私追い詰めてるみたいな。大丈夫、はい。こちらの19歳 OL のジャングとかまで待てないかしら。分かれへんもん、こんなん。こちらの男性と女性、どちらが本当の不幸の持ち主でしょう。本当だと思う方へ歩み寄って手を差し伸べてください。それではどうぞ。なんかさ、訪問販売でこんな暗くなるか。笑ってるからこっち。とりあえずこれから先彼女できますよ。彼女います。嘘です。バーク。やってる。それではですね、嘘つきさんと。偽善法廷改定。人の裏表にスポット当てます偽善法廷ですが、前回のワンギャルの中に思いっきり偽善者が2人いましたね。はい、祭り。本当怖い怖い。なんでみんなこんなさらっと進められるの。あいつすぐも落ち込んでるの。すごい引きずってるから聞いててね、聞いててよ、はい。
今回のワンギャルの中に告発者ワンギャル宛てに来ました。はい、最初のキーワードいきましょう。最初のキーワードこちら、ウヒャウヒャ超ウケる。